はい。皆さん、こんにちは。村長スタジオです。今日は突然画面の前に何やらややこしい数字が出てきていますが、これは何を意味しているかわかりますか音楽家の方と書きましたが、すべての YouTuber、その方に参考になることです。これは紛れもなく、YouTube から収益を受けるときの最低のボーダーライン、 1>, 1年間で4000時間到達するための公式です。一番左の角から見ていきましょう。4000時間というのを60をかけてあるということは、分に直しています。その分を青い文字の1.5分というので割っていますよね。これは音楽の動画が見てもらえる平均的な時間です。平均的とは言いますが、 この1.5分というのはとってもいい方です。1分未満の方というのは随分おられると思います。自分の YouTube のアナリティクスを見てみてください。いわゆる一つの動画の視聴継続時間ですね。見ていただいたらわかると思いますが、だいたい3分から5分ほどの曲でですね、 1.5分も見ていただけたらとっても優秀な部類になると思いますその計算結果が16万という数になります1個の動画であった場合はですね16万再生しないと4000時間に到達しないということですそれを2行目で12で割っていますいわゆる12ヶ月ですねそして それを30で割っています。ということは1日動画が1個だった場合はその動画は443回毎日見てもらわないとこの4000時間に到達しないという数です。ですから通常のアマチュアクリエイターさんは週末もしくは週の真ん中に1回とで月に8個の動画を アップできたとしますそうすればをかけることになりますすると一つの動画では1,550回これぐらい見てもらわないとこの4,000時間というハードルはクリアにならないということですもちろん365日が起算の単位になりますそれは毎日変動します今日という日から365日 明日になれば明日から365日になりますので12ヶ月目の終わりの方はですね1日で1550回見てもらえないとですね達成しないということになりますので余裕をもってこの1550回というのを考えるなら2000回ぐらいどの動画も見てもらっていないとですねいわゆる4000時間には到達しない という数字です皆さんはこんな数字を計算したことはあるでしょうか僕は YouTube をアドバイスする動画では収益化は目的にしない方がいいという話をしていますいい動画を作りなるべくお客さんのために聞いてもらおうそういう努力をした結果が数字に現れるだけで意識的にお金のためにやるというのは 自分が追い詰められるということにもなりますし全ては聞いてくれている視聴者の方に心を持って発表していくこれがクリエイターとしての使命でもあると思うんですねですからこれは結果ですけれども目標として音楽を副業的にやりたい人にとっては ととってもも重要な数字でであることも確かです。僕は十数年間の YouTube 生活の中で最初の頃はこんなことを考えたこともありませんでしたコロナがスタートして毎週やっていた音楽ライブに行くこともできないだろうということを決心してですね YouTube に力を入れてみようと思って YouTube を研究しいろんな数字をちゃんと分析しないといけないよっていうような指南動画を見てこういう数字をいつも考えるようになりました考えるようになってから僕の YouTube は伸びましたそれまではいつも言うようですが300人ぐらいの登録者しか10年かかってもなかったんです でも僕の本当のスタートはコロナが始まってからといった方がいいかも分かりませんまあそこからはサムネイルのこととかどのようにやったらいいかということを学んでいった中でどんどん数字が伸びてきまして成果が見えかけてから約2年ぐらいでしょうかもうすぐ4,000人ということになっていますし収益ということで言えば頑張ろうと思ってから 約半年で1000人到達になりましたそそしてそれまでもたくさんの動画をアップしていましたのでそれまでのカウントはされませんが前に出した約1,000に近い動画はそこからは見てもらえたらカウントが始まりますそれらも相乗効果があって昔から頑張っていたことは全く身にならなかったのではなくたくさんの動画は 収益化にプラスになったということです。この数字を改めて見てみましょう。上の1.5分がもし少なくなったら、例えば1分になったら、その少なくなった3分の1分は追加して考えないといけないので、ざっくりの暗算ですけれども、この1550が2000になるということです。そして、もし皆さんが 1> 週1回しか動画をアップできなかったとすればその1.5分のまま計算しても3000回は一つの動画で見てもらわないといけないということですこれ以上言わなくっても現実というのは頭の中で皆さんも計算できたと思います今までこんなこと全く考えたこともなかった人もまあここまで言えばざっくりはわかると思います そうしたらどうすればいいかこの1.5分というのがかなり問題なんですね僕の場合はだいたいこの1.5分が解説動画が多いがゆえに約5分ぐらいになっています皆さんより4倍ぐらい楽に4000時間というのをクリアできていますその4000時間というのは今現代では1ヶ月で到達していますので 後の11ヶ月は遊んでいてもハードルをクリアできないということは全くありません。でもそうなるのにはこの1.5分というのを伸ばすしかないですよね。そうなると僕は最近よく皆さんにお伝えしているんですけれども、音楽をやってるということは初心者ということや上手ということだけではなくって、 それなりの苦労をして音楽を作っているはずですから初心者の人も自分が苦労したことなどはお話ができるはずなんですね人に教えようと思ったらなかなか難しいですが人に自分のやり方を見てもらおうと考えれば解説動画っていうのは作れるわけです 皆さんのお持ちの DTM の知識もしくは楽器演奏の知識歌が上手な人ならば歌の知識をここにぶつけていくことによってこの1.5分というのを伸ばすことができるようになります。また悲しいかな音楽というジャンルは YouTube の中で一番多いジャンルということもあるのか まずおすすめ動画にプッシュしてもらいにくいという仕組みがありますもちろん有名なミュージシャンの場合はちょっと別格ですでも一般の週末ミュージシャンの場合は YouTube 自身の応援度合いが弱いということですそして収益化においても YouTube はブラックボックスになっているんですけれども確実にわかることは僕が 音楽動画を出したり解説動画を出したりしている中でだいいた4,000 5倍収益率が少ないです。4時間を到達しているということ自身はその計算はちゃんとやってくれると思いますのでハードルがクリアできない話ではないんですけれども収益自身が数分の1になってしまうという現実がありますし もちろんカバー動画なんかをするとそこからさらにまた数分の1になってしまいます。やはり音楽を発表するのにはオリジナルソングをすると収益率は上がるんですが、でも自分の音楽というのは皆さんに認知されていませんよね。やはりカバー曲よりも見てもらう数は少ないんですが、でもカバー曲を聴くぐらいだったら、 どううでしょうメジャーミュージシャンがもうフルで動画をアップしたりしているわけですから視聴者の立場になればカバー曲をどんどんん見ていいただくととうことはかなりの工夫が必要です変わったアレンジをしているとかギターがめちゃめちゃうまいとかハーモニーがとっても素敵だとかアカペラで挑戦しているとかというように 本家本元が出している動画とはまた違う動画をアップすることこれが重要になってくるのではないでしょうかそしてもう一つの方法としては何とかして月8回というのを上げることですこれがもし月16回にできたとしたならば1550は700回ぐらいに収まるということです700回ぐらいといえば アアマチュアミュージシャンが1年間で閲覧いただく回数としては無理な数字ではないですが数千となってくるとなかなか簡単にはいかないのが僕のやってみた実際の数字です。今日ここに皆さんは実際の数字を見たわけですからこれをどう攻略するかここがとっても重要になります。 この数字を頭の片隅に置いてやらないと収益化が目標そして自分の夢であるということであればですねこの数字は意識するしかありません。完全に趣味の方は全くこんなことは考える必要もないわけですけれどもこれからの時代というのは本業が必ずうまくいくとは言えないような時代になっていくことはもう明確です。 今から1年2年後は大丈夫でしょうでも3年5年後というとどんな世界になっているか本当に音楽の世界も難しい時代になってきていますサウンドローというような音楽の AI 技術が進んで誰でもが BGM を作れるようになっていますそういうサービスもどんどん増えてくるわけですから 音楽の配信やそしてそれをビジネスにすることというのはどん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 厳しくなってきますさらにメジャーのプロのアーティストさんが YouTube を使ったりしながらアマチュアのミュージックの中にも浸透してきますライバルがプロというふうにもなりかねないわけですそこらを頭に置いて今日のこの数字というのをですねよく考えて そして1.5分というのは音楽だけをやってたらそんなに大きくは帰れないはずです。それよりもできることとしたら回数を増やすということですね。そうするか単に音楽だけじゃなくって自分の持っているノウハウを解説するようなそんな動画が必要になる。これを今日は一つの 情報として頭の片隅に入れてみてください。村長スタジオでした。